皆さんこんにちは、鍵盤奏者隼人です。先日ですね、シニア卓球でのお悩みという動画を上げさせていただいたんですけども、ある方からコメントをいただきまして、それに回答する形でこの動画を上げさせていただいたんですけども、それに対してコメントをいただいた方からですね、また改めてコメントをいただきましたので、今回は前回の続編という形で動画を撮影しています。前の動画を見てない方はぜひそちらも見ていただけたらと思います。じゃあ今回いただいたコメントなんですけども、私の取り留めのない愚痴のようなコメントに回答いただき恐縮しています。私の悩みが個人の方と会の運営にあったため分かりにくい文章でした。おおむね先生のご推察通りで、会は卓球を始めて2年ぐらいの方たちで、試合したい方とラリーをずっと楽しみたい方とが混在しており、私は50年前に高校で弱小卓球部でした。運営については先生の助言通り、個々の自主性に任せたいです。あと全球強打の方ですが、とても運動神経の良い方でボールが速いほど対応してきます。上手です。しかしもう少し状況に応じて弱く打てればミスも減り、コントロールも良くなると思い、先生と同じようなアドバイスもしてみましたができません。今思ったのですが、とても気の小さな方で気遣いの塊のような方なので、一種のイップスでは手が勝手に速いスイングをしている印象がします。私もイップス持ちなので意識するとできなくなることではと思い始めました。ご助言を指針にいたします。ありがとうございました、というコメントをいただきました。なんかすごいね、人生の大先輩にこう先生と言われてしまって大変恐縮なんですけども、でこのコメントの中でちょっと気になる部分をピックアップしていきたいと思うんですけども、会は卓球始めて2年ぐらいの方たちということなんですけども、まあ、大体私の知っている卓球サークルっていうのは週に1回ぐらいの練習なんですね。で大体2時間から4時間ぐらいの練習をしているチームが多いかなと思うんですけども、例えばですけども、週に1回2時間練習してますっていう人はですね、1ヶ月で8時間しか練習してないんですね。そうすると大体1年間で100時間ぐらいの練習になるんですけども、その1年間で100時間ぐらいの練習しかしてない人たちっていうのは、2年かけても200時間しか練習してないんですね。そうすると私の経験上ですね、200時間しかやってない人たちっていうのは、あんまりさほどフォアもバックもツッツキもあんまりうまくできてないレベルかなと思いますね。週に1回2時間の練習をしたとして、ある程度ラリーとかツッツキっていうのができるようになるまで、まあだいたい5年から10年見といた方がいいと思いますね。まあそれもきちんとある程度指導者がいないと、何年やってもむしろ悪い方向に行っちゃうパターンもたくさんあるので、まあ、もちろん週に何回もやってるとか毎日のように練習してますって言ったら話は別なんですけども、まあおそらくフォアとかバックショートとかツッツキに関してもまだまだ課題があるような方々かなっていう、そういうレベルの方かなと思いますね。で試合したい方とラリーをずっと楽しみたい方とが混在しており、ってこれはもう当たり前ですね。もう人それぞれ違うので、まあ、例えば学校の部活の中でもですね、本当にバリバリオリンピック選手になりたいと思って本気でやってる人もいれば、ただ単に遊び程度に部活入ったっていう人もいるんですよね。で社会人のサークルになればですね、今までの卓球経験も人それぞれだし、その人たちの生活状況もバラバラですしね、まあ、上達したい人と楽しめればいいよっていう人たちが、まあ、混在するのはどこのチームでも当たり前のことですね。で私は50年前に高校で弱小卓球部でしたということなので、まあおそらくこのコメントをいただいた方は60代後半の方かなっていう感じですね。
で50年前っていうのはですね、今と比較しても卓球全体のレベルがまだまだ低かった時代なんですね。50年前の世界大会の決勝戦とか見ても、今の中国人選手のチャンピオンとは比較にならないぐらいの、まだまだそういうレベルなんですよね。もう卓球のレベル自体がこの50年間でだいぶ変わってきているので、今の高校生と50年前の高校生だとだいぶレベルが変わってきてますので、50年前に弱小の卓球部でしたっていうことだと、まあ、このコメントいただいた方もさほどレベルは高くないのかなっていう感じですね。で、運営については先生の助言通り個々の自主性に任せたいですっていうことですね。まあ、これすごい大事なことでですね、もういい年になれば子供じゃないんで、じゃみんなで、はい体操しますよ、はい 1,2,3,4,1,2,3,4、 はい素振りやりましょう、はいはいはいとか、じゃあフォア打ちやりましょう、はいはいはいっていう、もう子供だったらね、小学生ぐらいだったらそれでいいかもしれないけど、もうある程度ね大人になればね、もう自分の頭で考えて自分自身で努力して上達していけるような能力がないとそもそも強くならないです。そういう人は卓球っていうのは個人競技ですからね、一人一人がいかに自分に対して時間とお金を投資して自分自身のスキルを上げていくかっていう個人競技なので、まあある意味ゴルフとかと一緒ですよね。ゴルフも一人で打ちっぱなしとか行って一生懸命練習してる人が上手くなるわけじゃないですか。人によって駅のホームとかでこうやって傘振り回してるおじさんとか、ああいう人が上手くなるんですよ。人目もはばからずに少しでも時間があったら練習しようっつって傘振り回してるおじさんとかがね、ああいう人が上手くなるんですよ。だから自主的にここで努力できない人はそもそも強くなれないです。あと全球強打の方ですが、とても運動神経の良い方でボールが速いほど対応してきます、上手ですということですけども、まあ、運動神経がいいっていうことはですね、過去に体を動かしてきた方なんですよね。何かしらのスポーツをやっていたのか、もしくは飲食店とかで体を動かすような仕事をしてきたのか、もしくはバリバリ子育てとか家事をバリバリ体を動かしてやってきた方なのか、営業マンとしていろんなところに歩き回って体を動かしてきたのか、過去にたくさん体を動かしてきたような人は運動神経が良くなるということなので、まあおそらくアクティブに活動されてきた方なんだろうなと思います。で、ボールが速いほど対応してきますっていうことは、逆に言えばですね、遅いボールには対応できないってことですよね。で、速い球に対応できるのに遅い球に対応できないっていうことはですね、厳密に言えばちゃんと打ててないんですよ。速いボールっていうのは相手のスピードがあるわけですから、その勢いを利用してラケットに当てさえすれば大体返っちゃうみたいな感じなんですよね。遅い球っていうのはラケットに当てるだけではきちんと打てないので、速い球に対して打ててるんだけど遅い球になかなか対応できてないっていうことは、厳密に言うとちゃんと打ててない人なんですよね。しっかり一球一球対応できてる人っていうのは、むしろ速い球よりも遅い球の方が打ちやすいはずなんですよ。ボールがゆっくり飛んでくるわけですからね、そこをしっかり捉えればいいわけだから、きちんと打ててる人にとってはですね、遅い球の方が打ちやすいんですよ。だからおそらく反射神経とかがあってですね、ラケットに当てる能力は高いのかもしれません。パッパッと動体視力とかが良くてパッと手を出したら返っちゃうみたいな状態かもしれませんけども、遅い球に対して対応ができないっていうことになれば、きちんと打ててないっていうことになりますね。まあ、これに関してはもう遅い球を打つ練習をしっかりとやっていくしかないってことですね。まあ、例えば卓球練習とかでゆっくりした球を出してあげたりとかして、でその遅い球に対してしっかり一球一球打っていくっていう練習をした方がいいかもしれません。しかしもう少し状況に応じて弱く打てればミスも減りコントロールも良くなると思い、先生と同じようなアドバイスもしてみましたができませんっていうことですね。まあもちろんね、卓球の基本的な考え方としてはですね、
速いボールに対して、強いボールに対しては弱く返す。そして弱い球、ゆっくりしたボールに関しては強く返す。これが基本なんですね。だけどおそらくこの方っていうのは速いボールに対して速く打っちゃう。だからミスが多い。で、遅い球に対してもそれと同じような感覚で打っちゃう。だから遅い球に対応できないっていうことになってるのかなと思います。だから基本的に強い球には弱く返す。相手が打ってきたんだったらブロックして、ただただ触るだけ、止めるだけ、打ち返さないっていうことですね。ただただ止める、優しく受け止めて返してあげる。そして相手が弱いようなボールとかチャンスボールがふわっと来た場合にはしっかりパーンと打っていく。これをしっかり理解しないと、何でもかんでも強く打っちゃったりとか、強い球に対して強く打ち返そうとしたりとかしちゃうので、これは全く良くないですね。でもう少し状況に応じて弱く打てればミスも減り、コントロールも良くなるってことなので、まあ何でもかんでも強く打ってしまってミスが多いってことですよね。つまりじゃあこういう方に対して何をやればいいかっていうと、一つの方法としてはブロック練習をたくさんやってください。球出しでドライブを出してあげて、それをただラケットを動かさずに止めるだけ。まあ私の前の動画でも無動作ブロックっていうのを紹介してありますけども、もう完全にラケットを動かさずに当てるだけ、受け止めるだけ、ふわっと返す。まあおそらくこういう初級者のサークルとかですと、ドライブがしっかり連打できるような人はいないと思いますので、だからまず多球練習である程度ドライブの球を出してあげる。それを受け止める、ただ止めるだけ、打ち返さない、弱くふわっと止めるだけっていう練習をやってほしいんですね。そうすると強い球に対しては弱く返すっていうことが身についてきますので、まあおそらくブロック練習を全然やってないんだろうなっていう推測をします。で、先生と同じようなアドバイスもしてみましたができませんっていうことなんですけども、まあそもそも前のコメントでですね、フォームの改善は本人が望んでない様子っていうことなので、本人が改善を望んでないのであれば何のアドバイスを周りがしたところで無理ですよ。本人が変わろうとしない限り人間は変われませんので、まあ、ある程度その会の指導する立場なのであればアドバイスはちょこちょこした方がいいと思いますけども、それをやるかやらないかは本人次第なので、もうできないのは仕方ないんですね。本人が改善しようということを望んでない様子なわけですから、そこは指導者の責任では全くないので、基本的に卓球が強くなれないのは本人の責任なので、指導者っていうのはあくまでもアドバイスとか提案しかできないんですよ。それに対してきちんと本人が取り組むかどうかっていうのは本人の判断なので、指導者がいろんなことをアドバイスするだけでは上達はしません。私たちにできることっていうのはアドバイスをするだけです。提案をするだけです。コンサルだけです。で、おそらくこういう会っていうのは別に指導してる人たちがコーチ料とか指導料もらってるわけじゃないと思うんですよね、おそらく。だから別に教える側に何の責任もないですしね。だから私個人の考えとしては、指導者の立場としてはアドバイスは提案はしますけども、生徒さんを強くすることっていうのは本人の努力がなければできないことなんですね。だから生徒さんが上手くなれないのは別に指導者の責任ではないし、逆に生徒さんが上手くなったとしてもそれは指導者のおかげじゃないんですよ。生徒さんが上手くなったっていうことはあくまでも本人が努力した結果なので、それは私が指導したおかげじゃないんですよ。あくまでも本人が頑張ったから上手くなったっていうだけです。そこを勘違いしない方がいいかなと思いますね。指導者のおかげで生徒が上手くなったんだみたいなのはちょっと指導者としてはもうちょっと謙虚になった方がいいんじゃないかなと思いますね。あくまでも上達するかしないかは本人次第です。本人が改善を望んでない様子であれば上手くはなりません。で、とても気の小さな方で気遣いの塊のような方って、まあまあ性格的にはすごいいい人なんでしょうね。
だから人一倍ちょっと緊張したりプレッシャーがかかったりっていうのはあるかもしれません。で、一種のイップスではっていうことなんですけども、私はちょっとこの今の現時点ではイップスじゃないんじゃないかなと思いますね。イップスっていうのはですね、今までかなりのレベル、ハイレベルな状況の中で今まで普通に当たり前にできてたことがある日突然できなくなるのがイップスなんですよ。だからこの方がですね、今まできちんと打てていたのにある日突然できなくなっちゃってっていうんだったら、それはイップスかもしれないんですけども、おそらく卓球始めて2年ぐらいしか経ってないっていうことは最初からできてなかったんですよ。だから今までできてなかったことが今もできてないっていうだけなので、これはイップスじゃないんじゃないかなと私は推測します。イップスっていうのは、例えば甲子園球児とかプロ野球選手とかが今まで普通にできてたことがある日突然できなくなっちゃう、ボール投げられなくなっちゃうとか、卓球選手で言えばある程度ジュニアから活躍していって全国レベルとかでやってた人がある日突然サーブが出せなくなっちゃうとか、フォアが打てなくなっちゃうとかっていう、今まで当たり前のようにできてたことがある日突然できなくなっちゃうっていうのがイップスなので、おそらくこの文章から推測するだけですけども、おそらくイップスというよりも単純に力んじゃう人っているんですよね。打つ時に力が入っちゃう人っているんですよ。で、この原因が何なのかっていうのは自信がないからなんですね。あ、来た、あ、入るかどうか分かんないけど打っちゃえ、あ、あってなっちゃう。これは単純に入る自信がないんですよね。ということは単純に練習不足なんです。もう圧倒的に練習が足りてないんですよ。だからある程度中級者ぐらいのレベルになれた人たちっていうのはみんなわかることなんですけども、もう卓球を上達させるっていうのはどれだけ大変な思いをして、どれだけストイックに練習しなかったら上手くなれないかってみんなわかってるんですよね。強くなれた人は、こんな週に1回の練習程度で強くなれるわけがないんですよ。私たちはもう毎日何時間も休みなく毎日やってきたので、そこまでやったって私全国大会行ってないですからね。めちゃめちゃ自分の中では練習したつもりだったけど、それでも県大会は突破できなかったんですよ。市内大会とか地区大会では優勝できました。だけど県大会行ったらやっぱりジュニアからやってる選手がいて、その選手はなかなか倒せなかったんですよね。だから関東大会にも全国大会にも行けませんでした。毎日何時間も汗かいてやってましたけど、真夏でも真冬でもエアコンなんかないですからね、その当時は。その状況の中でめちゃめちゃ頑張ってやったつもりだったけど、それでも私は上級者のレベルに行かなかったんですよね。行けなかったんですよ。中級者で終わったんですよ。で、その一番の理由は始めたのが遅かったってことなんですよね。私は中学校から卓球部に入ってやったのはもうすでに遅かったんですよ。市内と地区では優勝しましたけど、自分なりに努力して優勝したけど、でも県大会行くとみんな子供のね、ちっちゃい頃からやってる選手がいるわけですよ。そこは崩せなかった。始めたのが遅かったんです。頑張ったけど、でも彼らはもっと前から始めてたんですよね。だからそこはその短期間の1年2年3年という短い期間ではどうしても超えられないんですよね。この3年間だって彼らは毎日のように何時間も練習してるわけだから、同じように努力してるわけですよ。中学校の3年間だって彼らも練習してるわけだから、そこは同じ練習してる同士でなかなか追い抜けない壁だったんですよね。だからめちゃくちゃ今考えればやってたつもりだったけど、それでも私は中級者で終わったんですよね。だから卓球が上手くなるっていうのはそんな甘いもんじゃないよってことですね。もうこれはね、中級者以上のレベルの人であればみんな実感してることなんですよ。どんだけ大変か。まあ夏のクソ暑い気温40度ぐらいの体育館で汗だくになってもう一日中ラケット振ってるわけですからね。めちゃくちゃきついですよ。真冬だって極寒の体育館でね、半袖半ズボンでめちゃくちゃ体震わせながら鼻水垂らしながらやるわけですからね。そこをくぐってきてる人たちっていうのはどれだけしんどいかわかるんですよね。
だから練習不足で自信がなくて力が入って力んじゃうなんて当たり前のことなんですよ。練習が足りてないから、自信がないから、だから力んじゃうんですよね。まあ私だって卓球20年間ぐらいやってなかった時期があるので、まあ久しぶりに卓球やろうと思ったらもうそれは力入りますよ。で今だって強い選手と向き合ったらそれだけで緊張するし、プレッシャーかかるし、やっぱり力入っちゃって、こんなチャンスボールバーンってあーっていうこといっぱいあるわけですよね。自信がないと力入るんですよ。だけど例えばですけど、もう1時間ずっと連続でフォア打ちしてみてください。1回やってみてください。1時間連続で、じゃあもうこの1時間フォア打ちだけやろうっつって1時間やってみてください。もうマシンでもいいですけど。そうすると何が起きるかっていうと、もう15分ぐらいすると人間って飽きてくるんですよ。ああもうつまんない、ああつまんない、ああフォア打ち、ああもうなんでこんなことやってんだろう、15分経ったけどもう飽きた、つまんない、あもうやめたいやめたいっていう風になってくるんですよね。15分ぐらいフォア打ちやってるだけでも飽きるじゃないですか。そうするともう別のこと考え出すんですよね。ああつまんないな、ああ今日帰ったら何やろうかな、ああ今日の晩ご飯何食べようかな、明日の予定なんだっけとかって考え出すんですよね、飽きてくるから。そうすると今頭で考えてることとやってることが違うことをやるようになるんですよ。それってどういうことかっていうと、無意識で体が動くようになるんですね。頭では違うこと考えながら、あつまんないな、あもう飽きたよこの練習とかって思いながら、退屈だなとかって思いながらフォア打ちやってると、体は全然無意識に動いてるんだけど頭では違うことを考えられるようになるので、だから1時間連続でフォア打ちやってみてください。1回もう何にも考えないで打てるようになるから。そうすると力なんて入んないんですよ、もう抜けるんですよ。だって頭で違うこと考えてんだから、まあもうとっくに飽きたよこれ、もう今何分30分、あーもうつまんねえ、あーもう1時間、うわーあと15分もやんなきゃいけないの、あーってね、あーつまんないなつまんないなーって思いながらやってると力なんか入んないですよ。だから私が現役時代やった練習方法っていうのは、もう今日は1日バックショートだけやろうって決めるんですよね。でバックショートだけひたすらマシンを使ってもう10時間ぐらい打ち続けるんですよ。もうひたすらバックショート10時間やってみてください。飽きるからつまんないからもうつまんないなと、でも頑張るぞつ、ああまだ5時間しか経ってないとかって思いながら、ああつって10時間やるんですよ。何にも考えなくても入るようになるんですよ。10時間やってみてください。バックショートだけ10時間やってみてください。もう何にも考えなくてももう思い通りに入るから、10時間連続で打ってると。そうするとまた違う世界が見えてくるんですよ。今まであれだけバックショット頭使いながら打たないと入んなかったのが、もう10時間そればっかりやってると何にも考えなくても全部入るんですよね。しかも今までよりもいい球が入るんですよ。それぐらい体がもう無意識に反応して動くようになるんですよね、これずっとやってると。まあ、そうやって一つ一つの技術を磨いていったんですね。私はもう何も考えなくても体が反応するレベルまで、無意識で全部できるまで、とにかく一つ一つの技術をものすごい時間をかけてそればっかりやっていくっていう練習法をしたんですよね。だからそうやって基礎技術を徹底して磨くわけですよ。もう今日はもうフォアのツッツキしかやんないとかね、もう今日はバックの続きしかやらないっていう感じで、もうそればっかり1時間でも2時間でもやり続けるっていうことをやるんですよ、一つ一つ。もうそうするとですね、力入れたまま打ち続けるなんていうことは1時間も続けられないですからね、人間は。絶対力抜けてくるんですよ、疲れるから。だからどうしてもこうやって打ってて力んじゃう人っているんだけど、単純に練習不足です、それだけ。そこを勘違いしちゃいけないですね。だから週に1回やったるぐらいでもう練習した気になるなってことです。厳しいこと言っちゃいますけど、もう社会人になるとね、平日忙しいから、まあとりあえず土日でね、まあ週に1回ぐらい練習に行って、まあ少し汗かいてね、じゃあ家帰ってビール飲もうって、あーって、あーお疲れってなってる人は強くなれないよってことですね。やっぱり学生時代に死ぬほど練習するっていう経験を1回そこを通過してる人であれば、どれだけ大変かってわかるので、
もう大抵の課題とか大抵の自分が抱えている苦手な技術の原因っていうのは全て練習不足です。全て練習不足。それしか言えません、私は。私が抱えてるこの課題の原因は練習不足ではないんですって言えちゃうほど練習してないでしょっていう話ですよね。毎日8時間ぐらい練習してますかと。そもそも練習してないんですよ。だからこの方がどうしても力が入ってこうやって打っちゃうようであれば、とりあえず多球練習を出してあげて、球出ししてあげて、とりあえず1時間でもやってみてください。1時間ずっと力入れたまま打つなんてことは人間はできないはずなので、本当に力入って打っちゃうんだったらおそらく100球で限度ですね。100球しか打てません。力入れてこうやって打ってたら 2,3 分でヘトヘトになるんで、1時間やり続けるって言ったら力抜けるんですよ。力抜かないと1時間やり続けられないから。だから別に1時間じゃなくてもいいですよ。30分でもいいですよ。20分でもいいですよ。とりあえずひたすら多球練習で球出してひたすら打ち続けてみてください。力なんか入れられないから。20分動かせないですよ、力入れたまま。動かない、無理。まず最低レベルとしてしっかり練習やってから、なんでだろうって考えた方がいいです。もうなんでだろうって考える前に練習が足りてないですからね、おそらく。だから今までその方が普通にできてたことがある日突然力入ってできなくなっちゃったってなったらイップスの疑いはあります。ただおそらくそうじゃないよねって思うんですよね。で、私もイップス持ちなので意識するとできなくなるのではって書いてありますけども、この方自身はイップス持ちっていうことなので、まあおそらく前にフォアがイップスっていう風に書かれてたので、学生時代とか、まあある程度普通に打ててたフォアがある日突然できなくなってしまった、何か変なところに力が入ってしまったりとかして、ある日突然できなくなってしまった、今まで当たり前にできてたことがある日突然にできなくなるっていうのは、これはイップスかもしれません。実際には私わからないけど。だから私介護福祉士やっているので、例えばですけど脳性麻痺の人とかですね、パーキンソンの人とかっていうのもやっぱり自分の思いとは関係なく体が動いてしまうんですよね。力が勝手に入ってしまったりとか勝手に震えちゃったりとかして、自分の意識とは別のところで体が勝手に動いちゃったりとかするんですよね。だからイップスもおそらくそんな状況で、何かしらのすごい過度なプレッシャーとかがかかって、過度なストレスとかがかかった時にちょっと自分の限界値をそのストレスが上回ってしまった時に、それがもうトラウマとなってしまって、今までできていたことがある日突然できなくなってしまった、そしてそれをやろうとする時に何かその時の嫌なストレスが自分の中でフラッシュバックとかが思い出されてしまって、それをできないように自分がなぜかこう力が入って止めてしまったりとか、余計な動きになってしまうっていうのが、私はそれがイップスじゃないかなと思いますので、まあそういうのってね、ちょっとある意味精神疾患とかとも似てると思うんですよね。自分の限界値を超えた時にどうしても何らかしらの障害が出てしまうっていうのは、まあ、ちょっと精神疾患とかとも似てるところあると思うんですけども、まあ、それに関してはなかなか私は専門家でも何でもないので、まあ、イップスはどうしたら治るかとかもわからないんですけども、今まで普通にできてたことができなくなる、ある日突然できなくなるっていうのはイップスですけども、今までこの2年間最初からできてなかったよねってなるんだったら、私はそれはイップスじゃなくて単純に練習不足かなと思いますね。で、そもそもでも本人が望んでない様子だったらほっといていいと思いますけどね。やっぱり自分で課題を抱えているのにもかかわらずそこと向き合おうとしていないっていうことはですね、私はもうそのレベルのやる気しかない人だって判断ですね。本人がそこまでのレベルでもう納得してしまっていると、まあ、それ以上強くなれなくてもいいやって思っちゃってる人なんだろうなって判断しますので、だからそういう人に対して本人が望んでないことを押し付けてしまうのはパターナリズムかなと思いますので、
もう私もレッスンをやるときに必ず生徒さんの今後の目標とかどうなりたいですかということを聞いて、で何をどう改善したいですかっていうのを必ず聞いてですね、あと普段どれぐらい練習できますかとかそういうことも聞いてですね、基本的に生徒さんのやりたいことを実現するように背中を後押しするっていうのが、まあ、コーチの役目かなと思ってますので、本人が望んでないことを押し付けるのは私は指導者はやるべきじゃないと思います。特にサークルとかで別にお金をもらってる立場でもなければ、学校の先生みたいにもう年がら年中ね一日何時間も子供の面倒を見るわけじゃないのでね、まあ、うちに来てくださる生徒さんだって、まあ、毎週来てくださる方であってもですね、1週間に2時間しか顔を合わせないわけですからね。もう1週間のうちの2時間以外は私の見えないところでその人が生活してるわけですから、そこに対して本人が何をするかはもう本人次第なので、一応私はアドバイスとしては家で素振りしてくださいねとか、普段練習するときにビデオ撮影してちゃんとチェックしてくださいとか、 YouTube ちゃんと見てくださいねとか、いろんなチャンネルで勉強してくださいねとか、カーテンに向かってサーブ練習したりスマッシュ練習したりとかっていう家でもやれる練習方法っていうのをアドバイスしますけども、でも実際にそれをしっかりやってくれる人っていうのはまあなかなか少ないですね。要は初級者の方っていうのはもう初級者のレベルを抜けられないような考え方をしてしまっているので、まあだからこのチャンネルでももうとにかく基本的にはメンタルですよと、考え方ですよっていうお話も何回もしてるんですけども、初級者にしかなれないような考え方をしている、初級者にしかなれないような生活をしている、そういう人は中級者のレベルにはもう上がらないですね。一生かかっても上がれないです。中級者っていうのは卓球をやってる人たちのわずか 5% ですので、20人に1人しか中級者のレベルには上がっていけないので、ほとんどの人たちは初級者で終わっちゃうんですね。だからよっぽどの変人にならないと中級者のレベルにはならないんですよ。私みたいな変人にならないと中級者にはなれないです。20年ぶりに卓球を再開しようと思ってこういうとこ借りちゃうわけですからね、毎月家賃払って。これが強くなる人たちの当たり前のメンタルなんですよ。練習する場所がないんだったら借りてしまえっていうね、毎月何万円も払って場所借りようっていう、いかに時間とお金を自分自身に投資するかが勝負になるんですよ。時間とお金を投資しなかったら強くなれないです。でしかも本人が望んでないんだったらなおさら無理ですね。だから指導者の立場としてアドバイスまではできるけど、そこからさっきは本人次第なので、うまくなれるかなれないかはもう本人に任せた方がいいです。もう大人なんだから、子供じゃないんだから、もう何もかも人に言われなかったらできないような人は無理ですよ。それは皆さん自身が私以上に人生経験があるわけじゃないですか。だからどうすれば上達するか、どうすれば上達しないかなんていうのは私以上に皆さんの方がよくご存知だと思いますよ。どれだけやれるかとか、どれだけやる気があるかっていうのはもう人それぞれですから、本人が望んでないっていうことはそれぐらいのところでもう本人は満足してるってことなんですよ。それ以上指導者が別に押し付ける必要はないし、押し付けてしまえばパターナリズムになってしまいますので、ある程度そこは自分は自分だし他人は他人なので、ある程度ドライで線引きした方がいいと思いますよね。でこのコメントをいただいた方自身も卓球をやってる方であれば、望んでない人にそうやって望んでないことをアドバイスするよりはまずは自分が強くなった方がいいと思います。自分自身が強くなれば強くなるほど周りの人たちも耳を傾けてくれるようになりますので、まあ、そのあたりはね、まあ、前回の動画でも言ったこととちょっと重なってしまうので、まあ、もしこのコメントをいただいた方がですね、埼玉県とか東京とか私が行ける範囲で練習しているような方であれば、別に私も出張レッスンやってますので、ホームページとかからお問い合わせをいただければ実際に私がその状況を見させていただいて、いろいろとそのサークルに対してのアドバイスっていうのもできるかもしれませんけども、
まあでも一応ね、少し前の動画で卓球サークルについての動画を何本も上げてますので、その辺を見ていただければ、私がどのように卓球サークルを取り仕切って改善しているかっていうこともある程度は分かってくださるかなと思いますので、ぜひそういう動画も参考にしていただけたらと思います。まあこんな感じで、またね、私の勝手な想像をもう妄想のように膨らませる以外にお答えする方法はないんですけどね。実際そこの練習風景とか見てないからね。だからちょっと勝手な妄想で勝手なこと言わせていただいてますけども、まあ参考になればと思います。ありがとうございました。